験が始まるまでに入試問題が解けないかもしれない。これと並行して例題レベルでいいです。夏までに基本の復習をもう一回やっておく。はい、こんにちは。こんにちは。今回はですね、高校3年生、この4月ですね、新しい年が始まってね、新しい学年が始まって、受験の年ですね。いやー、この時期までにこれだけは、ここまではやっておきたいということをご紹介いたしますので、うん、ぜひ参考にしてみてください。はい、そして、そのやっておきたいこと、なんでうまくまだハードルとして残っちゃってるか、うん、ここまでやっておきたいんですけど、ここはまだ終わってないというか、うん、それを乗り越えるためにはどうしたらいいか、SMK の方法をご紹介いたします。はい。はい、SMK の薄井です。SMK の古田です。今回は高校3年4月、みんな少しずつね、あ、今年は受験の年なんだってね、嫌ですね、思うかもしれない時期ですね。1年生2年生の間はちょっとねゆっくり過ごされてるかもしれませんけども、うん、いよいよってなってきますね、うん、志望校がいろいろあると思いますけども、では国公立私立文系理系、はい、両方とも共通してですねやっておきたいこと、英語です、今回は、はい、英語っていうのはどの分野に行ってもね、理系も文系もやっておかなきゃ、うん、そうですね。4月になりました。高校1年生2年生の文法テキスト完璧でなくていいので一通りはやっておきたい、うん、終わらせておきたい、うん、見ておきたいということですね。高校の英語の文法の教科書というか問題集ですよね、はい、ありますよね、薄いやつね、ビジョンクエストとか、そういうのは一通り通過しておきたいなと、ポイントですね、はい、2番目、国公立私立理系の方、数学がありますね。数学っていうのは一通りの努力で終わるものではない。なるほど。分量が多い、一問解くのにも時間かかる。そうですね。勉強するのにすごく時間かかりますので、この時期までは数 1A2B を一通り本当は終わっていてほしい。ただし教科書のレベルで多い、ワンチャン法の例題レベルで多い、小末までは解かなくていいので、はい、教科書の例題と類題ありますね、うん、例1とか類題1とか、あの辺までは解いておきたい、うん、次、国公立私立の理系、理科です。理科、はい、2科目ある人も多いですね。そうですね、大変ですよ、2科目、2科目を3年生になって用意どんでやるのは辛いです。なので本当はこの時期までには1科目、つまり科学だったら科学基礎と科学は一通り触れておきたい。で、夏までに新しい、例えば物理ならば自由基礎と物理をやって終わって、それで夏以降入試問題に行きたい感じしますけれども、うん、ので4月までに例えば科学だったら科学と科学基礎みたいな、うん、1科目が一通り終わってるか、科学と物理のそれぞれの基礎が終わっておくぐらいはしておきたいな。なるほど。だけど今4月だ、そんなことは今さら言われても、ね、そうですよね。じゃあ俺どうしたらいいんだ、私どうしたらいいなって思いますね、はい、どんな状況ですか皆さんね、どんなハードルが今皆さんの中に立ちはかってますかね。例えばこれだったら英語やったような気がするけれども、できてそうもあるし覚えてない、うん、先生はどうでした1年生2年生の時は。2年生の時に私は結構頑張ってた、確か猛烈に高校のテキストの授業してましたねはい、猛烈にしてたので、うん、4月までに外に間に合ってない、多分間に合ってた、ね、覚えてましたか、大体やった内容は。結構覚えてました。覚えてましたか、はい、なるほどね。2年生のその追い上げが良かったですね。追い上げが良かったです。僕逆で高校1年生の最初の頃頑張ったんですが、はい、初期努力で、人間っていうのは初めは頑張るんです、その後だんだんこう、あとは締め切り効果でこうまた上がったりするんですが、うん、僕は見事にこう来ましたね。最初の頃は頑張ったんですけど、後半の方は文法的質はもう放置というか覚えてなかった、量が多くて、量が文法事項が燃え尽き症候群とかでもいやもう燃え尽き症候群でしたそれから B と C ですね。じゃあどういうハードルか、はい、これはですね、一生懸命学校の授業についていったりしてるんですけども、うん、途中で分からなくなってしまっていませんか皆さん。はい、なのでこの時期までにこれは終わってない。 1A2B だとね、苦手な分野あるかもしれないんですよね。分野によってはベクトルがなかなかうまくいかなかったですね、意味が分からなかったというふうに、せっかく勉強してるのにも穴があったりして終わってないな。あるいは理科ですね、これ取ろうかなと思って勉強はしてみた、うん、一通り終わって、まあ学校のカリキュラムにもよりますけどもね、そうですね、うんうん、なんかやったんだけども、ちょっと頑張って始まったんだけど一通り終わってはいないな、科学基礎から科学まで、科学の有機までね、科学まで終わってないなっていう方いらっしゃるかもしれません、うん、2年生の時全部やったんだけどなんとなく分かんなくなっちゃって、うん、もうやだなっていう感じになっちゃってるのもあるかもしれませんね、はい、途中で分からない、こういう状態どうしたらいいでしょう、どうしたらいいですかどうしたらいいですかね、はい、じゃあこれをどうするかですね、はい、SMK ではこういう方法を取ります。お願いします、はい、勉強方法なら SMK。
覚えてないところいっぱいあるでしょう、うん、覚えてないところいっぱいあるけれども、もし一通り学校でやっていて定期テストも受けて通過したと言えるのであれば、うん、ヴィンテージとかネクストステージとか次のステージへ上がっていいでしょうと思います。はい。なぜならば一通り終えて見ているので英語ですので、うん、覚える覚えないっていうところが大きくなってくるので、一回家庭法なら家庭法だっていうことが難しかったかもしれませんけど、いろんな表現が出てきてね、うん、でも一通りは通過したのであれば時期的なことを考えてこっちに移った方がいいかなと思います。そうですね、ずっと同じ参考書でやってるのも答えの場所を覚えちゃってるんで、確かに。で、受験用っていう意味ではいろんな表現が載っていて、覚える作業っていうのが大事なので、こちらの次のステージに移っていく理解というかは定着の方です、うんうん、理解は学校のテキストですよね。 1,2 年生の例えばビジョンクエスト、ビジョンクエストは理解のレベル、こちらでインプットに入っているのかな、うん、1年生の2年生のテキストはこれやりながら分かんないところをこう参照するように使ったらいいですよね、うん、確かに一緒になると思います、はい、で B と C ですね。 B は数学終わってない、 C は理科、うん、なんとかだったんだけどという方、先進んでいいかどうかですけれども、こっちはいいですけどこっちはダメだので、教科書の例題レベルの例題レベルでいいですので解き直ししましょう。そうしないとその上のレベルの問題が解けない。ただこの時期ね、時期のことを考えないといけなくて、受験が始まるまでに入試問題が解けないかもしれない、終わらないかもしれないので、例えば理系の人数学だったら数三入るかもしれない、それから C 理科ですね、理科で例えばね科学は終わったんだけど物理これからなんていう方、これが終わるまでやらないっていうのだと終わらないですので、これと並行して例題レベルでいいですので、基本的なレベルでいいんですので、夏までに基本の復習をもう一回やっておく、これでなんとか追いつくだろうという感じです。なるほど。いかがですか先生。じゃあ4月は DC に関してはもう基礎固めを1月に、うんね、ガチガチに、なるほど、これを4月は始めてください。基礎固めだったら傾向も大丈夫かな、なんか辛そうですけど、ああそうですね、応用とかになってくると傾向は難しそう、ね、難しいですね。教科書の章末はいいですので、はい、いずれ絶対やらなきゃいけないから、でもこれも置いていけられないので、はい、傾向する以外ないですね、はい、ということで思わず頼まずでいいので、はい、こういうスタンスでやれそうかな、うん、英語はこれでよろしいでしょうか。いいと思います、ね、やっぱり受験用にインプット用にやったらいいですよね。ビジョンクエストとか学校の文法のテキストあれ覚えづらいですよね。覚えづらいですね。こっち覚えやすいですね。覚える前提である。私はもうヴィンテージとネクストステージで文法は覚えてます。そうですね、覚えやすくなってますよね。それに章ごとに文法が違うので、どこの章が苦手だな、どこの系が苦手だなってなったら、うん、そこのページだけ開いて覚えればいいのでいいと思います、うん、なので4月になったのは、うん、こっちは次のステージっていうだろう、うん、っていう感じですね。はい、今日はですね、今高校3年生がですね4月までにやっておきたいことをご紹介いたしました、はい、分からないことや気になることがあればコメント欄でご質問ください。一つずつ回答させていただきます。これからですからね、これから頑張れば大丈夫ですので、うん、今後もこんな動画を公開していきますので高評価やチャンネル登録をお願いいたします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。東海から予備校や塾での授業や参考書での自学でうまくいかない方のために勉強方法を工夫してみようという内容の書籍が刊行されました。先着10名様に差し上げます。詳細欄にありますホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。東海では予備校や参考書で伸びない方のために勉強方法を工夫して指導しております。お困りの方は概要欄のホームページからご相談ください。